新高3年生ですまだ2級ですが C 言語能力検定の自学を取得しました将来ゲームプランナーになりたいという夢があり専門学校春の4年生ゲーム比較校生の進学を考えていますやめたほうがいいです親戚には大学に行ったほうがいいと言われました僕は自分が志すことを課題として自動的に取り組める分春へ進学したほうが充実するのではないかと考えていますがこれは芝が狭いでしょうかはい狭いですえひろきさんどうもありますか何かアドバイスいただければ幸いですえっと残念ながらあのゲーム専門学校に行ってる人ってクソほどいっぱいでゲームの 会社に就職しようとするんですけど基本的にゲーム専門学校に行ったような人っていっぱいいるのであなた取らなくていいですよねってなっちゃうんですよ。でむしろあの大卒ででそれなりのののの能力値を持っってるる人の方がが結構就就職職ゲームの会社の就職がうまくいったりするんですんよねあの最近僕がやってる「あのブレイブリー・デフォルト」っていうゲームがあるんですけどでそれのプランナーやってる人が慶応卒なんですよね。で慶応時代からなんかあのあのゲームを自分で作るみたいのをやってる人で確か。 っていうののでまあ,あの普通にこうスクエア・ニックスに就職してでそのなんかあのあサブディレクターみたいなことやってでその後もゲームの企画をやるようになって、まあ、今では「そのブレイブリー」シリーズっていうのをやってらっしゃる人なんですけどでその要はあのゲーム専門学校の人って必ずゲーム会社を受けるじゃないですかなのでその面接する側からしてもゲーム専門学校のやついっぱい来すぎててどれ選んでいいかわかんないんですよ。 なので、そうじゃないやつのが優秀そうだよねってなるんですけど、で、ゲーム専門学校って金払えば誰でも入るんですけど、じゃあ、慶応とか東京大学とかって金払っても入れないじゃないですか。なので、希少性が高いんですよ。なので、採用する側から見ると、希少性の高い人を採用した方が良いので、じゃあ、ゲーム専門学校じゃないやつの方がレアだよねってことになるので、僕だったらゲーム専門学校に行かない方向でゲーム会社に入るとしますけどね。はい。 ただ、まあ、あのゲーム専門学校の人たちはゲーム専門学校の就職率はこれだけ高いでですすとか言うんですよ要はそのゲーム専門学校に授業料を払ってもらって成立している会社なのでゲーム専門学校に行った方が得ですよみたいなことを言うんですけどじゃあゲームプランナープログラマーとかだったりその有名なゲームのそのあのそあゲーム作ってる人たちがどういう学歴なのかって見るとゲーム専門学校卒の人ってあんまりいないんですよ。はい